アッパース一世、アッパース一世、1571年1月27日から1629年1月19日は、サファビ城の第5代シャー在位、1588年から1629年、第4代シャームハンマド・ホダーバンデとハイルンにサーベイグムのアッパース大王と称される。1572年、わずか1歳にして、 祖父のタフマース部一世からイラン北東部のホラーサーン総督に任命された。これは父がホラーサーンの軍事貴族、クズルバッシュと衝突、ファールスへ転属した父の後任としての人事堂だった。幼いアッパースに代わり、クズルバシュが万事を取り仕切り、アッパースはホラーサーンでクズルバシュの保護のもとで生活していった。 1576年に祖父が死去して、後継者争いが始まり、即位したおじースマー・イール2世が、翌1577年に急死すると父が、シャーになったが、盲目で政治ができない父に代わり母が実権を握り、クズルバッシュと対立しながら、政治を行っていたが、アッパースはそれらと無縁のままホラーサーンに留め置かれた。しかしこの頃、王朝は、 大抵スレーマン一世の元最盛期を迎えたオスマン帝国の侵攻にあってアゼルバイジャンやイラクを失い衰退していた。第一次オスマン・サファビー戦争はすでに祖父の代では僕が成立していたがサファビー朝が混乱状態にあることを好奇と見たオスマン帝国がイランへ侵攻、母が崩る場所に暗殺されるなどサファビー朝は危機を迎えた。そのような時、 アッパース一世は1588年、ホラサーンの崩れ場所に擁立されて、クーデターを起こし、父を退位させて17歳で即位した。アッパース一世は、サハビー長を立て直すため、まずは内政改革を行う。王朝創建以来、権力を牛耳っていた崩れ場所を弾圧して政治から、遠ざけ、代わって、奴隷身分の優れた人材を多く登用したのである。 地方長官にも家柄ではなく能力が重んじられて、奴隷階級出身者が数多く地方長官に任じられている。1598年には、カズビーンからイスファハーンに遷都する。シ都と旧市街の中間に、王の広場を中心に、王のモスク、現、今マームーモスクなどのモスクが立ち並ぶ、公共空間が建設され、ペルシア系、中力系の宮廷の人々のほか、 アルメニア商人やインド商人など遠隔地公益に従事する多くの異教出身者が住み着いたイスファハーンの人口は50万人に達した。アッパース一世の知性のもとでイスファハーンは壮大華麗、大いなる繁栄を遂げたため、世界の半分、エスファハーン・エスフェージャハーンとまで称された。また、1598年中央アジアのブハラハ国。 シャイバーニーアサのアブドゥッター2世が死ぬと、その衰退に乗じて、帝国の北西方面を脅かしていた、ウズベク族を討伐し、ホラーサン地方を奪った。これにより、北西方面の国境が安定したため、オスマン帝国との対決が可能となった。こうして、内政、外政を整えた、アッパース一世は、1603年以降いよいよ、 オスマン帝国への対外遠征に臨み、奪われていたアゼルバイジャンを取り戻した。さらに、タブリーズなどイラクの主要都市を奪還し、オスマンとの戦いを優位に進めた後、1618年に自国有利の和睦を結び、その支配権を認めさせた。その後、1623年オスマン帝国からバグダードを奪還し、100年ぶりにサファビー朝の領土を取り戻した。こうして、 サファビー朝はアッパース一世のもとで最盛期を迎えた。さらにイングランド王国ジェームズ一世と結びロバート・シャーリーの指導のもとで武器が近代化されると1622年にポルトガルと戦ってホルムズ島を奪ったホルムズ占領。その上で西欧諸国のイギリス、オランダ、フランスと同盟を結び友好関係を築いた。特にイギリスは サファビー朝の実力を認め、1616 16年から1617年にかけて何度も特使を派遣している。西欧との同盟関係はオスマン帝国との政治的な問題でもあった。西欧はヨーロッパに食い込むオスマン帝国を駆逐するために有益なアジアの同盟者としてオスマンの背後にいるサファビー朝との関係を重視したのである。オスマン帝国の弱体化は 双方にとって有益であり、サファビー朝にとっても、ヨーロッパの先進的な軍事力は、国力強化や中央集権化など、国益につながるものであった。1629年、アッパース一世は58歳で死去した。サファビー朝の黄金時代を築き上げた名君として、称賛され、大王の称号を与えられた。アッパース一世の軍事的成功は、 西欧諸国との同盟によるところが大きいとされる。特に軍事革命の先駆者オランダの影響が最も強かったと言える。しかし、イ君の死はサファビー朝の中高の終焉を意味した。高級で育てられたサフィー一世は無能で、対外、対内的な混乱が見られた。大王の死50年も経ずに、オスマン帝国の逆襲が開始され、1638年にイラクは奪還された。 アッパース一世の死は、サファビーチの没落を意味し、滅亡への道を緩やかに歩んでいった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。